今回は岡さんに船井総研のコンサルティングのユニークさ、他社のコンサル会社との違いについてお聞きしたいと思います。岡さんお願いします。はい、よろしくお願いします。船井総合研究所のコンサルティングのユニークさというのは、船井流の思想の中に師と友作り、経営者の方って孤独になりがちなんで師と友作りをした方がいいよという中の、あわゆくば、その友、経営者の友にコンサル担当を位置づけてもらえませんかという願いもあるわけですね。で、これは、いわゆる現場型コンサルティングで、いわゆるその提案だけじゃなくて、いわゆるその実践まで、その実行戦略だとか、いわゆるその定着だとか、展開というところまで、我々はその手を出していこうと。まあ、こういうようなことを考えているんですね。で、その根底には、船井総合研究所は、フィーをいただいて、まあ、契約の内容ですね。まあ、これをやりたいんだと。まあ、これをやりましょう。まあ、この後押しをしながら実践できるような形の環境を作っていったり、武器を提供していったりとかいう話もこうあるんですけども、根本の思想に長くお付き合いしたいっていうのがあるんですね。これはね、実はね、めちゃくちゃ珍しいと思います、コンサル会社。これ悪く言うと、大きな戦略提案をバーンとして、できるかできないかはあなた次第ですと。まあ、こういうような形が悪く、コンサルタントを表現する、するときには多く語られることなんですね。自分ではできないこと。特にコンサルタントというのは、経営者、私は経営者もやってきた関係が、経歴があるんですけども、一般的には経営をやったことがない人が、経営者に経営はこうですよと語るんです。まあ、これは悪く言う人は、いやもう自分ができもしないし、やったこともないことをね、口から出任せだとか、無責任によく言うわと。まあ、こういうことを言われる方がいらっしゃるんですね。で、これの原因がどこに多くの場合あるかというと、ドーンと大きな提案をしていって、先ほど言ったように、やり方は提示したと。正しいやり方とその手順はできないのはあなたが悪いと。まあ、こうした方が、一般的にコンサルタントとしては気が楽かという、楽だとかいう手離れが、早いと。まあ、こういうようなことになるんですよね。で、弁護士さんなんかでもそうだけど、もう引き受けすぎると、もう仕事ってもう際限なく、例えば、増えていって終わらなくなってしまうような職業なんですね。提供しているのがサービスで、明確な商品がないですから。それと、ゴールに関しても、行ったら行ったら行ったし、行ってないと主張されて行ってないのかもしれないというふうに問われることもある。で、我々は、そこに関して、別に精神君子じゃないんで、100% 責任を持つっていうふうなことを、まあ、お約束したいんだけど、その実力があるかどうかわからない。ただ、言えることは、いや、私たちが提案したことは絶対できると、あなたの会社、クライアントの会社の方たちに、絶対実践できると思うようなものをチョイスしたと。体質だとか体力だとか、体制の中で。まあ、これを一緒にやりましょうと。やるところまで責任持ってくれるんですかと。いや、やるところ、結果はやってみないとわからないけど、さらに、クライアントの企業のその力がやっぱり、100% 影響してしまうわけだけど、その中で我々は 100% の実行はできないけど、実行のサポートできると。困ったことの時に関して、それの修正案を出したりだとか、下支えをすることはできる。まあ、こういうことをしていこういうのが、いわゆる月次支援、定期支援というものなんですね。でここまでを責任持ってやるということに関して、実は非常に、珍しい、ことだと思う。それからもう一つは、これコンサルティングで検索したら多分出てこないんで、一般的には出てこないんで、この船井総合研究所のコンサルタントからすると、っていう話になると思うんですけど、月次支援っていうのがあるんです。月次支援っていうのは、一人コンサルタント、一人で独立してるコンサルタントの方は自然と月次支援になりがちなんですね。体が一個しかないから、一社でフィーをもらって1年分自分のその収入をそれで確保していくんだったらいいけど、複数社やってると、自然にくる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 回りながらやってると、1ヶ月に1回ぐらい行けたらいいかなみたいな話になることが多いんで、自然と月次支援になるんですけども、船井総合研究所自体は、意識をしていって月次支援っていうものをベースにやるっていうことで中心に考えたらいいんじゃないか。もちろん月次支援じゃなくて、ハンズオンでずっと入ってしまって、ほとんどのもう常駐状態でべったりやるっていうことも別にできるし、さらに短期集中型のタスクフォースなのかプロジェクトで、企業にもう複数人がドバーッと入っていくっていうようなことももうできるんですけども、基本的には業種別の専門コンサルタントが自分のクライアントに対して定期支援する。で、この定期支援に関してはなぜ定期支援をするかというと、これも船井総合研究所独特のものの見方だと思いますけど、
中小企業は口で言うほど企業経営が楽ではないという前提があるんですね。これは何かというと、経営者の方、トップの経営者の方は優秀であっても、当然、中間層、それからロアの一般社員の方たちって、そんなに高学歴であったり、そんなに経験豊富であったり、やりたいことがやれるほど武器弾薬であるその資金を例えばそこに投入したりできるような環境で働いているとは言えない。で、そういう人たちは、要は早い話が、やろうと思ったら話を聞いた時にはできると思ったけど、やり出したらやり方わからなくなっちゃったり、なんかこう、モチベーションがダウンしたのか、なんか士気が下がったのか知らないけど、やる気を失ってしまったりとか言って、まあそういう状態が多いわけですね。うん。要はその、いわゆるその、実力があるその大企業に比べると、組織内の体制なんかに関しても、アンバランスの部分も多いし、人の人材のレベルに関してもばらつきがあるんですよ。だから、号令かけたらすぐやるっていうふうな形で鍛えられた組織じゃないことが多いということです。うん、その人たちに、例えばこれやりましょうと。最初のスタートはですね、何かのキックオフ、何かの取り組みのプロジェクトのキックオフだとか、戦略が決まってこれの落とし込み、いわゆる展開していこうという話のところで、おーってなるんですけど、まあ、ならないんですよ。各部署、足並み、揃わなくて。ここに対して、例えば月に1回とか月に2回とか定期訪問するわけですね。で、この目的は何かというと、あるべき姿、まず、3ステップに大体なってて、戦略だとかあるべき姿はこうですよ、お話で、一回分かりましたかと。分かりましたかと。じゃあやってくださいねと、やり方も教えたんだからという。分からなかったら聞いてくれたらいいけど、やりましょう。やるってことに関していいですねって、OK って取るんですよね。一回目。で、こうしばらくして期間取って、まあ、すぐに明日どうですかって言ってもできないから、期間を置いて、チェックしに行くわけですよ。チェックしに行くと先ほどお話したように、できてる人とできてない人がいる。もしくは全くやってない。で、これをちょっと評価して、いや、どうなってるんですかと。やるって決めたし、みんなでやらないと大きな成果ならないよっていう話のところで、よし、もうちょっと何か事情もあったんだから修正しましょうよのが2回目。うん。やめ。で、また来月3、また次回来ますから、やっといてねっていう話のところで、次回行って評価すると。できたら、次の、いわゆるそのミッションクリアしたんで、課題解決行きましょうっていう話で、まあ、ことを進めてるんですよね。うん。だから、我々の、即時業績向上って言われてる船井総研のその、理論っていうのは、基本的には、まあ、小さなところに課題に絞ったら、まあ、3ヶ月ぐらいあったら、もしくは3回ぐらいの訪問があったら、ある程度の結果が出るという、コンサルタントの3回、戦略提案していって、実行してみて、でチェックしていって、修正かける、いわゆる PDCA ですよね。この、マネジメントサイクルと言われるような、この PDCA のサイクルを、組織内だとかに、回していく。それが戦略だとか、会社のビジョンに合致した形で回ってるという状態。結局、課題がある会社とか、次のステップに進めない会社は、この流れがうまくいかないんですね。うん、で、このいいことを考えてやってみて、さらに よかったから進めていこう。難しかったからやめる。もしくは修正してやるっていう話のことも、毎日毎日はこの繰り返しなんですよね。うん、この癖付けを、していただくと。それから、癖があるんだけどやり方がちょっとわからないとか、それをやるためにはこのシステムを使い切らないとできないと、今時。まあ、こういう時に、これをこういうふうに使ったら、こういうふうにできるでしょ、ということで自信を持っていただくということ。この寄り添いながら、経営者の思いに寄り添いながら、体制的には幹部だとか一般の社員の人の業務に寄り添う。経営者の心に寄り添うのと、業務に寄り添うのを両方やっていって押し出していこうというのが、船井総研のコンサルティングの一般的な進め方なんですね。で、これは極めて珍しい。で、さらに珍しいのは、これを、場合によって一人でやる。コンサルタント一人でやる。うん。これはなかなか力がいりますよね。うん。結局、言いっぱなしだったら、若手でも経験がなくてもできると。で、これは、例えば自分がどこまでのレベルで提案したかは別として、こう、提案したけど、実は案外ちょっと、考え抜けてなかった課題があったりだとか、この辺ちょっと、やっぱり思うようにはいかないなと。こういう部分も、提案したコンサルタントは自分で微修正しながら、この組織の状態を、予定通りの状態までこう押し出すということの辺をコントロールしていると。うん、まあ、こういうことが、船井総研究所の現場コンサルティングですね。で、よく勘違いされる方は、現場コンサルティングが船井総研は、目指してるって言っても、それは現場に行きゃいいんですよね、と。いや、そういうことを言ってるんじゃないですよね。
現場の人の力になれるということと、現場の問題解決できるということと、現場で課題の発展だとか、成長の種を見つけるということに関して、いわゆる経営者の先ほどからお話している心と、現場の人の業務の、緻密な業務の進め方ね、こう両方に寄り添うからこそ、上から下までの最適化ができる。一般的には中小企業ってよく国のいろいろ資料見てわかるんですが、赤字が多いんですよ、赤字の会社。あまり儲かってなかった。うん、要は、そんなに鍛えられてない組織があって、人員数も限られてるし、業務は膨大だと。規模のメリットが中小の場合はあまり、働かないから、もう一人が何個の仕事も兼ねてやってるような状態ですね、複数に。この中で混乱しがちで、全体的に自分たちがやりたいことが、いや、もう一年後にこうなりたいと。まあ、今年の計画作っても、なかなか進まないことが多い。うん、進まないことが多いと、あるべき姿の、絵を描いて、シナリオを描いて、横からサポートしながら調整し続けるという、まあ、いわゆる、スポーツの世界でいう、専属のトレーナーとかコーチの状態ですね。こういうようなことをやっていくところが、コンサルティングの、ユニークさ。体制のユニークさですね。で、もう一つのユニークさっていうのは、これが創業者の船井幸夫さんの思想が、非常に強いと思いますけども、この未来に向かってね、基本的に、ね、例えば、思いが実現するし、例えば、このプラス発想で考えればね、必ず道は開けると。なんとかなると。で、この、中小企業というのは世界的な競争が激しくなるとね、淘汰されていく存在というふうに定義されることが多いんですよね。日本は中小企業多すぎる。もっとなくなっていく方が健全な。いや、これはそうかもしれない。でもそれは我々は、お付き合い先のコンサル、クライアントの方には、小、中小のまま終わってほしくない。中小であってもキラリと光るし、キラリと光った後には力をつけていって、いわゆる自分たちがターゲットとしているような領域で、いわゆるもう少し成長していって、企業のサイズも大きくしていって、安定的な経営をしていきましょう。要は、淘汰される方に回るんじゃなくて、淘汰に飲み込まれない方に行こう。まあ、こういうことをやっていきましょうような意志が強いですね。ですから、かなりハンデがある。当然全ての案件は我々の力で解決できないかもしれないけど、かなり一般的にはハンディがあって、もうその業種とかその企業ぐらいだったら無理でしょうっていうところに関しても、いやいや、うちはなんとか道はあると。まあ、こういうことを、お話しすることも多い。それもさら、我々の膨大な経験と、社員が多くいますので、いろんな情報をネットワークの中から、事例を中心として、いや、もう一般的にはこれダメと言われてるんだけど、ここにこういうような成功事例はよーく見るとありますよと。まあ、ここで自信を持ってもらって、あ、可能性って0% じゃないんだと。絞りに絞ったら 5% でも 10% でもなんとかなる可能性ってあるんだということを見つけてもらって、だから我々は医学の世界なんかと一緒ですよね。いわゆる先進的な事例だとか術式だとか、そういうものを開拓していった、情報をね、まあ、医学界でも一生懸命先生方って勉強してる世界中でいろんな、医学の進歩に関しての取り組みが論文とか発表、これ調べなきゃいけないんですよ。だからコンサルタント自体は、一人一人がもう常に勉強しようと。いうふうな形の中で船井幸夫さんに教えていただいて、会社の体質として持ってると。まあ、勉強好きって言ってるぐらいですからね。うん、勉強好きっていうのは、現場やと。大事なのは特に現場。現場の事例だとか、まあ、事象だとか、まあ、この辺からルール化しながら、中小企業のお役に立てるようなノウハウを確立しようと。まあ、こういうようなことを言ってるところが多いです。もちろん、当然、経済界だとか、マーケティングの世界とかで、経営のあり方とか、企業経営はこうする方が合理的だとかいうものは、もちろん、学生の時だとか、社会とか勉強してることはあっても、それだけじゃ足りない。現場でのリアルな、今の事例が大事なんだ。うん、それをもうできるだけ積極的に取り込んでやっていきましょうと。まあ、こういうことを言ってることが、まあ、自由適用という話なんですけど、多いんじゃないか。これもちょっと珍しいですね。いわゆる中小のコンサルティング会社で、まあまあ、ちょっと、ご年配の経営コンサルタントの方がいらっしゃる会社なんかは、まあ、古い時代の管理理論みたいなんですね。組織と業務の管理理論みたいな形に、方向に行く場合が多いです。それから、若いベンチャー崩れだとか、情報企業や崩れみたいな形の今時のイケイケコンサルタントの方、イノベーターみたいな人いらっしゃるんですね。この方は最新事例はこうですよ、強いんですけど、
経営の、リアルに、海外解決しなきゃいけないときには、こうしなきゃいけない原則論だとか、まあ、そういうことはあまりお知りでないことが非常に多いということで。うん、我々はこのバランスを両方取りながら、原理原則というのは古くから今まで、これが間違いになろうと言ってたこと。それから、自流的には最新はこうですよと。これからこういうことが大事ですよということを言ってる。この古きを温めて新しさを知るというね、新しさを知るということ。ここは両方やってるというのは、このサイズの、コンサルティング会社とか、社員一人一人が平均的には非常に若い。まあ、32、3歳とかいう、経営者の、コンサルタントの年齢からすると、まあまあ、バランスよくハイレベルでできてるんじゃないかな。普通若いと、自流のことしかわからないんです。ベテランのコンサルタントは原理原則のことしかわからないです。まあ、この両方、例えば、ある程度、例えば、レクチャーしながら、一緒に問題解決のために、経営者の方と、話ができる。まあ、こういうことが、割と、評価していただけるクライアントさんが多い原因じゃないかなと思います。確かに。ありがとうございます。もう一個聞いていいですか？業種別のコンサルティングを、結構強みにしてると思うんですけど、それってなんで業種別になったんですか？はい、じゃあ、一般的にこれ考えたらわかるんですが、コンサルタントの世界、船井教さんが一人、まあ一人ではなくて、まあ、6、7人で会社を創業して、日本マーケティングセンターを作った時も同じ思いだったことが過去の歴史を見るとわかるんですけども、うん、この、一人のコンサルタントとか少数のコンサルタントでこうやっていく場合ね、自分たちの食い縁、いわゆるクライアントからいただくフィーをたくさん集めようと思うと、まあ、何でもなりがちなんですよね。例えば、時間も限りがありますから、一人で例えば自分が独立してコンサルタントをすると。まあ今定年企業なんかも非常に流行ってるんで、そういうことを目指して一人で定年になったとコンサルタントになろうという人も多いんですけども、この場合はですね、よほどに IT を使いこなす技量がない場合はですね、自分の事務所だとか、居住地を中心として、ご近所で仕事を取ろうとするんです。それの方が移動時間がなくなるんで、ご近所を取ろうとする。これは船井総合研究所というマーケットサイズの考え方が分かれば理解できるんですけども、ご近所で広く浅く件数を取ろうとすると、八百屋さん、例えば工場、例えば、資料の事務所とか、エステサロンとか言っても、さまざまな業種の、例えば、その、問題解決をお手伝いするっていう形を取るのが一般的なんです。一般的。うん、いわゆる、何でもやりますコンサルタントになるんですね。これは資料の先生方でも一緒です。うん、例えば、事務所抱えて、何でもいろいろできしますよって、ガラスの目に何から何まで貼ってると、いろんな仕事がやってくるんです。ところが、自分のナレッジだとか、リテラシーを高めていくだとかいうことを考えると、様々なことをやってると手が取られるんで、就職度が高まらないんですよね。就職度が高まる。はい。で、だから、我々は若手を育成しながら、船井総合研究所のコンサルティングをやっていく中で、業種って絞るっていうことはね、これ、マーケットサイズの考え方は分かる。業種を絞るんだけど、エリアは広く取るんですよ。うん。だから、専門の、例えば、八百屋さん、破壊師屋さんと破壊師屋さん、弁護士事務所との弁護士事務所、それもさらに相続だけやってる弁護士事務所こうやると、そんなに近くにないですよね。まあ東京だって一部ありますけど、もう関西とか中部地方ってそんなにないわけですよ。ちゅうことは、そこだけでは食えないんです。だから我々がリアルもしくはリモートで、とにかく遠くのクライアントの方とつながる。北海道から九州まで、下手をすると海外までの、その同じ業種の方の問題解決する。ですよね。で、これをやってると、業種固有の課題だとか、癖。まあ、こういうものがだんだん分かってくるんですよね。うん、この業種には、例えば経営管理でこれが必要だけど、もともと必要ないと。そんなことやってない業種と。ほとんどウェイトが高くないと。言ったら、他のところにリソースを、我々のリソースを投入すればいいわけですよね。うん、それとも、東京から沖縄まで、さらに北海道まで見たときに、こういうのが、例えば今課題になってて、こういうことが一つの解決方法がない話が、どうも合致すると。うん、北海道の問題も沖縄の問題も ほとんど同じじゃないかと。このエリアによる格差だとか、時差がないということが分かれば、仮説として、どうも北陸だとか、中部地方でも、こういう手法、こういうことが起こってて、
こういう方策で我々は北海道でも沖縄でも解決したんだから、それが通用するんではないかという仮説が立ち出すんですね。うん、でそういうふうな、広いエリアで経験値を積んでると、そういうふうな仮説の立案が早くなってくるんで、問題を早く発見して仮説と照らし合わせてね、解決するスピードが高まっていくんですよ。この、餃子のチェーンなんか見てたらわかるんですけど、うん、あれ、毎日毎日朝から餃子とか小籠包ね、臨海本とかの餃子のお塩さんでもそうだけど、朝からバンバンで入り口が包んでる人いるんですよ。あれ包んでると、もう10年ぐらいやってると1グラムの誤差もなくなるんですよ。1グラムの誤差もなくなる。もう、目をつぶってても同じグラム数で。この状態と同じような習熟度になるんですよね。だからこの業種のことに関しても、ピッて聞いたらもう、全部1聞いたらうち分かっちゃうと、うん。こういうようなものが、いわゆる、我々の経験値として残ってくるんですね。で、これを人為的にやると。我々は、ちょっと体はしんどいんですけど、うん、エリアを広く取って商品を絞る。これが業種型コンサルタントで、これをしないという場合は、ご近所でいっぱい取る。もしくは全国でいっぱい取るっていうこと、どちらかをしていかないと、うん、まあ、あまり、事業として成立しない。まあ、こういうようなことがあります。で、さらに我々は、最近は、この10年ぐらいは、もう業種だけじゃなくて、さらに業種の中を分割してしまって、共属性に絞る。例えば、軽自動車の専門の会社のコンサルティングをするんじゃなくて、軽ニッキュッパーの専門店のコンサルティングをすると。これを私30社やってるんですという話になると、おそらくもうそれに対抗できるコンサルティング会社はないという。確かに。ですから、我々の事業自体の独自性を高めて、参入障壁を作っていく部分を考えてやってる。うん、これ、木の家、町医者型の辺で行くとね、町医者型のコンサルティングの方で行くと、本当何でもかんでもやって、大変な状態になりやすい。これを別に私も否定してなくて、やがては何でもできるような力をつけていきたいんだけど、初期段階の、自分の実力の向上だとか、会社自体の、この大規模になってきた船総研究所の会社の中で、効率的に若手を育成していって、いわゆる事業を推進するという中では、やっぱり何かで小さいところで専門分野を作って広げていくっていうのがいいんじゃないの、うん、これが、業種別コンサルティングをやってる理由です、ね。確かに。我々ってその専門特化して結構狭く、まあ、なりがちじゃないですか。でも、1000人とかコンサルタントがいるから別の業界の知識とかは入ってくるので、その業界しか知らないっていうことはなく、やっぱりその組織の強みだなっていうのは実際自分もやってた感じです。うん、今、宮井さんが言われたような話はね、うん、結構黒帯なの。白帯じゃない。これね、若手で中に入ってくると、船総研グループの中に入ってくると、まあいろいろそのノウハウもあるし、教育プログラムも充実してるんで、まあ業種の何らかのソリューション、コンサルティングのソリューション商品を持って推進していけば、まあ一般的な一人コンサルタントと同じぐらいはもう初年度ぐらいから稼げるんですよね。初年度ぐらい、うまくいけば。で、ところが稼げちゃうから、結構小さななんか安心感みたいなところに行くんですよ。陥りやすいですね。公言状態です。まあ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 、ちょっとまあ、安心かな。本来コンサルタントの世界っていうのは結構生存競争が厳しくて稼ぐのが難しいと言われてる職業なんですけど、うん、割と国内造形はまあまあ、稼げちゃうんで、結構安心かな。で、そこであぐらを書いてて、業種コンサルティングを していくっていうのを別に会社は望んでないんです。うん、で、おっしゃるように、実は、自分の専門業種をやると、就職、業界常識の中で、こうやれば成功する習熟度高まってくるんですね。ところが、事業ってビジネスっていうのは、他産業だとか他の業種からヒントをいただいて、業種だとか業態を革新していくっていうのをね、まあ、取り組むっていうのが、まあ、基本的には王道なんですよ。うん、例えば、ユニクロさんが製造直売の SPA という、自分で企画して自分で工場に発注して、自分が店に並べたい商品を作って、店頭に、無駄があまりない状態を作ってしまって、すべてに責任、自分がリスクを張って、リーズナブルプライスで高品質なお洋服を提供するというビジネスの、まあ、一番上手にできる会社になりましたと。で、これと同じようなこととかを他産業、重関連のところでやりましょうという、こう、アイデアとか、食品の世界でやりましょうと、自分で製造、直売。まあ、それも絞り込んでますよね。ユニクロさんってフォーマルウェアってやってるんですよね。いわゆるカジュアルウェア。
の分野でそれやってる。すると我々は住関連でも、この、いわゆる、今時のちょっとデザイン家電でやりましょう。まあ、いろいろな、新しいメーカーが来てると思う。リビ家電で製造から販売まで。販売も直営店かオンラインしかもありませんと。卸してません。こういう形でやりましょうとかいう話で。他産業からアイデアをいただくことに関しては、本当力になるんですよ、経営の。うん、これを、我々もコンサルタントは業種の磨き込み、業種の中でのナレッジだとかノウハウの磨き込みをしながら、積極的に他の業種のコンサルタントと連携しながら、そこでの情報だとかノウハウを吸収するということに取り組んでるコンサルタントが将来成長し始めるんですね。うん、だからこの業種に絞って、習熟度、ソリューションの例えば数をこなして、一つのソリューションの例えば提案だとか実践ものをずっと繰り返しやってると、すごく短期間で行動になりますよね。うん、もうそれっていうのはそれだけなんです、うん。その商品だとか提案の寿命が終わると、徐々に、苦しくなってくるんですよ。で、コンサルティングのビジネスで一番重要なことは、永続的に成長したり、自分自身の知識が高まっていったり、飽きずに刺激をずっともらいながら、この仕事を続けていけるかというところに、このサービス業なりの難しさがあるんですね。うん、でこれを先ほど宮井さんが言ったように、実は環境あるんです。会社の中に様々な日本最先端の取り組みをしている仲間が、うん、様々な業種でいるんですよね。うん、この人たちと積極的に話をして情報を、いただいたり提供したりという、そうね。だから、社外のオンラインサロンだとかね、クラブハウスとかに入ってる場合じゃないんですよ。社内で、もう1300人もグループでいてて、船総計者だけでも900人ぐらいですよね、うん。この人たちと話をした方が、実践的なノウハウが本来はあるはずなんですよね。うん、それを7か8ぐらいやって、外の人たちを2割か3割ぐらいやってりゃ、そんなにネタだとか、自分の成長に対しての意識が低下することはありえないんじゃないかなと、私は思うんですよ、ね。うん、ところが案外、空気のように、まあ家族と一緒ね。普段、隣の業種ですごいことやってるコンサルタントがいることに関して、ちらっとは知ってはいるんだけど、深くは知らない状態とかね、あんまり興味はないとか、ね。はい。すっかり忘れてましたみたいな。まあこういうことになりやすいんで、まあこれからは、社内のそれぞれのビジネスパーソン自体が持ってるスキルだとか、経験値だとか、視点みたいなのを、システム上とか、いろんなリアルだとか、バーチャルで、仕組みで共有化していくことが大事になってくると思います。うん、わかりました。ありがとうございます。今回は船井総研のコンサルティングのユニークさについて岡さんにお聞きしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらのチャンネルでは船井流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。